もういいわ。長いっす。お疲れ様です。はい、ちょっと吹き付けね。やりたい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 んですよ。これね、これ。はい。それやりたい。覚えたいですね。もうヌートレンボーラーなんて。ヌートレンですね。そう、吹き付けね。はい。もうさすがにね、お客さんの家をまだちょっと吹くのは、いきなりは無理でしょう。はい。失敗するから、絶対に。はい。なんでちょっと特別にね。ほら。ちょうどいいでしょ、練習に。そうですね。これは 4,5 枚持ってきたの。いっぱい練習、裏表もできるしね。ああ、はい。まあちょっと、初体験だよね。やってみようか、じゃあちょっと。はい。はい。じゃあ、行ってみよう。可愛くて。18歳可愛くて。行ってみよう。可愛い可愛い。はい。溜まりましたんで、エアが。はい。で、ガンが、これ口元からこぼれてきちゃうもんね。ちょろ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 出ちゃうもんね。ちょっと押さえとく。はい。で、カップがまっすぐにしちゃうと、この上向いちゃうってるから、ちょっと寝かす。はい。いいですか？ちょっと一回引いてみるよ。で、調整だけするちょっと。大体こんな感じでパラパラパラーって感じですね。で、次ブリキ君。はい。で、ちょっと待ってよ、まあ、横に配ってってバーって、さっき今みたいにスーッて配ってって、そう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 。で、次縦、はい、で、少ないとこあったらまあ追い吹きって言ってまたスイッチ押せばもう出るで。はい。で、角度は？ガンの角度は？そうそうそう、ちょっと寝かせる。はい。で、左上から行こうかじゃん。はい。で、斜めにこのガンをこうやって斜めにこうやって振るんじゃなくて、こう持っとったらカメラのレンズって言ったらこうやって、うん、こうやって吹いていこうと。ちょっと待って、えっ吹きつけしちゃった。あー、はーい。両手で持ってるんですか？両手で持った方がいい。こう見るとさ、ちょっと縦に寄りすぎじゃない？ここの列いっぱいあって、ここの列いっぱいあって、感じなの。だから球がこう、いっぱい寄ってるのかさ、その一部分でいっぱい寄っちゃってるから、もう少し振り上げて。右下がめちゃくちゃ多い。逆に。そうなるとどうなると思う？潰したときに大きくなるんじゃないですか。そうそうそう、楽しい。楽しいですけど難しいですね。はい、やってみよっか。はい、よーい、スタート。はい、じゃあ次ヘッドカット待ちです。はい。それ何準備したんですか？これですか？うん、これ刀身です。トレオシンナーですね。うん。あとはカットローラーです。うん。なんで刀身用意したの？いや、わかんないです。なんで刀身いるんですか？ちゃんと分かっとんねん、YouTuber お前。そのままカットローラーで潰しちゃうと弾を全部ローラーに移ってきちゃうんだわ。あー、弾が取れちゃうの。はい。でも水性の塗料と油性の塗料で弾くでしょ。ああ、はい。そう。いやもんで、そのローラーで塗芯つけて潰してってみ。まず下から上に潰していこっか。軽くでいいですか？うん、軽くでいいよ。潰れていくでしょ。はい。で、次もう一回上から下から。
こまめに都心はつけたて、張り付いてきちゃうもんで。ほらほら、詰めたでしょ。はい。どん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 潰していって。感覚はどんな感じなの？潰れとるっていう感覚はあんまりないです。嘘。硬いものを転がしてるような感じ？そうですね。初めて自分で拭いて、初めて自分でカットしてるもんね。はい。嬉しい。持って帰る。持って帰らす。邪魔っすね。邪魔っすね。玉がほら多いとさ、ほら、くっついちゃうでしょ、こうやって。はい。そういうことだよ。お父さんに言うの吹き付けやったよって。ちょっと話してみようかなと思うんですけど。嘘。お父さんはよく吹き付けするの？いや、どうですかね。でも、付けは俺が一番うまいって用意ってるっす。そう。はい。ツンデレ、お父さん。ツンデレ。クリスマスとかさ、はい、何プレゼントとか昔もらってたの？まあ、そうっすね。で、何その、お父さんになんかプレゼントしたこととかあるんだ？あるの？あ、ご飯は連れてたことあるっすね。そう。喜んどった？喜んどったっすね。何を連れてたけたの？焼き鳥っす。焼き鳥。なんで連れてたけようと思ったの？結婚記念日かなんかっすね。あ、お父さんとお母さんの？はい。じゃあお父さんとお母さんも連れてたの？そうっす。喜んどった？うそ、嬉しいって。そんな言われたらブリキも嬉しいだろ。嬉しいっすね。そう。嬉しそう。また連れてってあげるんだ。じゃあまあまたいつか。うん。どうっすか？いい感じです。どう？やってみて自分で実際。やっぱこういうところとか大きくなってるじゃないですか。うん。バランスが難しいですね、拭く時の。そうだよ、拭く時のね。出す。出す。どうやった？はい、難しかったっすね。難しい。難しいっす。でもなかなかやっぱ現場でやらせてあげることができんもんね。そうですね。多分塗装屋さんだと分かると思うんですけど、やっぱ現場のね、失敗しちゃったら大変だって、まあ、失敗させてあげることがでも一番大事だと思うんですけど。はい。いやもんね、もうこういう板とかあったらさ、めっちゃいいじゃん。そうですね。練習すぐできるじゃん。はい。でしょ、本番さながらのね。はい、よく頑張りました。はい、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ブリキもよろしくお願いします。お願いします。はい。また見てね。また見てね。